皆さんこんにちは、くまぱ園芸ナビゲーターこびです。そして紹介するから大丈夫、こちらは今日も元気いっぱいのくまぱん王子です。今日は観葉植物のガジュマルの話題です。ガジュマルはご存知のようにぷっくりと膨らんだ地上に出た根がとっても素敵ですよね。何？かわいい？そうよね、クマパンよりねちょっとだけだけど可愛いかもしれません。もともと暖かい地域の植物で世界中のね温暖な気候の場所に生えてるようです。ハワイに行くと公園や自然林のあちこちにバニアンツリーという木が生えています。実はこれもガジュマルの一種なんです。数えきれないほど根が生えています。このたくさんの根が近くにある他の木を包み込んで締め殺してしまうということから別名締め殺しの木という名前がついたってツアーガイドのお兄さんがね言っていました。これだとちょっとね怖い名前ですよね。でもハワイでも日本でも生命力の強いガジュマルは長寿や幸福の木として昔から親しまれていたようです。このユニークな、ね、根を持ったガジュマルを手に入れたい、飾りたいという時にどんな点に注意してお店で選ぶといいかをお話ししたいと思います。最近ガジュマルはホームセンターや100円ショップ、スリーコインなどでもね簡単にね手に入りますよね。ちなみにこちらはね園芸店で購入したもので、こちらはスリーコインで購入したものになります。まず最初に葉の状態をよく見てみましょう。ツヤが良くて濃いグリーンをしているものがいいかなと思います。葉が黄色くなっていたり落葉してね落ちてる葉がたくさんあってもうボロボロ、葉が少なくなっているものはやめた方がいいかなと思います。葉に変な縮れがないかも確認しましょう。また葉の表面に貝殻虫などの害虫がついていないかもね細かくじーっと見てチェックするといいかなと思います。次に根の状態です。根がしっかり太くて表面にシワや穴がないものを選びます。そして株が土にしっかりと根付いているかどうかを確認します。ここまで見て候補をねじっくり絞り込んだらば最後に自分の好きな形を選びます。クマパンと私はこのねセレクトが一番時間がかかってしまうかもしれません。だいたいね店頭でこう気になっていいかなと思うのを2つ3つまずチョイスしてそれを並べてそこからねもう座り込んでじーっと見ている、そんなことが多いです。もしもねお近くの園芸店でそういう怪しげなねしゃがみ込んでガジュマルの前にいる人がいたらクマパンや私だときっと思いますので見ないふりをしてねそーっとね通り過ぎてくれたらとても嬉しいです。悲しいねクマパン。さて買ってきたガジュマルはそのままでもねある程度育ちますがせっかくですから自分の好きな鉢に植え替えてあげましょう。植え替えは東京では春の後半から夏前までがベストシーズンです。もともと入っている鉢から取り出します。傷んでいる根がある場合は取り除きます。鉢底石を入れてから土を入れて植え付けていきます。土は観葉植物用の土で特に水はけの良いものを選ぶといいと思います。根が細かいので根の隙間にも土が入るようにしっかりと土を詰めていきましょう。根の露出具合は好みの高さにね植え替えるとき調節することも可能ですができれば買ってきたときよりも極端に深くしたり浅くしたりすると環境変化が大きくて株を傷めてしまうこともあるのでなるべくならば買ってきたときと同じぐらいの高さでね植え付けた方がね安全安心だと私たちは思います。ねえクマパン、長寿や幸福を狙って手に入れたガジュマルを植える高さを間違えて
深くしたり浅くしたりして枯らしてしまっては幸せになれないような気がするので、私たちはとりあえずまず1回目の植え替えの時、初めて植え替える時は買ってきた時のね高さを守って植え付けるようにしています。だってその方がなんか絶対枯れないし幸せになれそうな気がするよね、クマさん。私たちって本当終わる。次に鉢の選び方ですが、根が長めの場合がね多いので、あまり浅い鉢だと根が入りきらなくてギュウギュウ押したら大変なことに傷んでしまうので、極端に浅い鉢は避けた方がいいと思います。ガジュマルは鉢の仕立て方が和風でも洋風でも中華風でも何でも似合ってしまうのはいいところだと私たちは思っています。なのでお部屋のインテリア、あと自分の好みですよね。鉢でもう本当にもう全然変わっちゃいますので、好きな鉢に植え替えるのが一番いいと思います。こちらは IKEA のオリジナルの黒い鉢です。あの受け皿もついててセットでね結構ねお安かったので、いくつかね購入してしまったほどのお気に入りの鉢です。その他に中華っぽい陶磁器や盆栽用の鉢で仕立てても収まりがとてもいいと思います。盆栽用の鉢は浅いものもねたくさんあるので、ガジュマルの場合は深いものを探すといいと思います。中華風といえば私たちのね好きなね中国歴史ドラマで紫禁城の皇宮の中にガジュマルがね結構飾ってあるんですよ。それもねかっこいいね、なんか高価な鉢にね植わっているよね、クマパン。中国でもねガジュマルはポピュラーな存在みたいです。ガジュマルは健康に育つとすぐにすくすくと大きくなっていきます。枝もたくさん出て葉がねこういうふうに混み合ってきてしまいました。あまり葉が重なっていると風通しが悪くて病気や虫がつきやすくなるので、定期的に剪定する方がいいと思います。ではこれから剪定作業を行ってみようと思います。剪定のベストシーズンは春の後半から夏前ぐらいです。ねえねえクマパン準備いい？レッツ剪定スタートです。ねえねえ、まずねどっから行く？もう込み入ってるから今回バッサリ行った方がよいしょいいと思うんだけど、こう外出てるね飛び出しちゃってとか行こうか。こうパツンとどんどん切っていきます。剪定作業を終了しました。ちょっと多めに切ってしまったような感じもしますが、すぐにまた葉がね成長期なんで生えてきますので、このぐらいカットしても大丈夫です。では最後にガジュマルの育て方をお話ししたいと思います。まず置き場所についてです。春から秋まで日当たりの良い風通しの良い場所に置きます。冬も5度以上あれば日当たりの良い外で管理できます。外が5度以下になるような時は一時的に部屋の中にね避難させるといいかなと思います。次に水やりについてです。水やりは春と秋には土が乾いたらたっぷりとあげてください。夏になり猛暑の時期には夏バテをすることもあるので、水の上げすぎには注意が必要です。土の乾き具合をよく観察すると間違いがないと思います。冬には成長が遅くなりますので、お水はね控えめに与えます。この時期にお水をあげすぎてしまうと根腐れしちゃうなんていう悲しいこともありますので、注意をした方がいいかと思います。この動画を気に入っていただけましたら、グッドボタンを押していただけるととっても嬉しいです。
また初めてくまパンチャンネルに来られた方はチャンネル登録をしていただけると更新した時に通知を受け取ることもできます。ブログ、ツイッター、インスタグラムもやっていますので、よろしかったらそちらの方もご覧ください。くまパンいくよ。ではまた皆さんにお会いできるのをくまパン王子も私も楽しみにしてます。またね、バイ。くまくまパン、またね。でさ、くまパン話なんだけどさ、これ前さ一回ね、もう歯がさ肌にとかもうやられちゃって傷んだ時に、私くまパンに内緒で全部ねザクザクザクって農薬使うのがちょっと面倒だったっていうのなんだけど、一回全部切っちゃったことがあるのね。で丸坊主になっちゃって、もうどうしようかと思ったんだけど、ほらあっという間にこんな感じ。